ここはバーク島、知る人ぞ知る隠れ家的な名所でもないか。まあ見た目はパッとしないけど、この雨ざらしの岩だらけの島は大きな驚きを秘めてる。ここの暮らしは最高。ただ気の小さい人には向かないかも。普通の人の趣味といえば木彫り細工や刺繍だけど、ここバーク島でみんなの楽しみといえばドラゴンレースだ。ごめんな、これ欲しかった。アーメン返してしまった。ほらよベイビー、今日も綺麗だぜ。光ってる。行くよバーク、なんだかここうさんくさいわ。また振られてやんの。これにてドローンだベルチ。よっしゃラフトフが9匹、続いてアスティが3匹、フィストスノットは惜しくも0だ。そしてヒックは姿が見えんな。ふん、また何かうるさいこと言ったのかストイック。何やってるのスノット、ラフたちが勝っちゃう。俺のお姫様だ、プレゼントしまくるさ。懲りないのね、ラフに生き埋めにされかけたくせに。ほんの 2,3 時間だよ。この島ではドラゴンは悩みの種だった。でもそれは5年も前のこと。今は一緒に暮らしてる。そりゃドラゴンたちも引っ越してきたくなるよね。オーダーメイドの小屋があって、食べ放題の餌場があって、自動のドラゴン洗い機もある。あと最先端の消火システムもね。自慢するのもなんだけど。はは、時間だなゲップ。よし来た、ラスト一周。羊だ、リコーストームフライ、まだ逆転できる。ほらバフ、すげえ。それミートラグ、いけいけいけ。お前の晴れ舞台だぞ、空の旅だ。いけ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 。やった、いいぞミートラグ。はいこれダーリン、10点分だよ。やった、黒い羊。あんたたちラフに貢いでるわけ。ああ優勝はいただき、一緒に勝とうね。うわうわおい。う、誰にも止められないよ。俺止められるぜ、くっついてんの忘れて。よこせ、いいとこ全部持ってくれ。行けアスティ、目立つのは俺だ。いつもそうやってぶちかわす。よこせ羊、命いただき。ははアスティ、でかした。見たか、うちの息子の未来の嫁だ。あ、悪いね、スタンドフライ。13点、優勝者はアスティだ。さあバーク島は順風満帆って感じ。僕の今までの苦労が報われた。バイキングたちも喜んでる。だってドラゴンに乗り空を飛ぶことで世界がぐんと広がったからね。